こんにちは、かなです。インフミ練習初級編始めていきたいと思います。まずインフミ練習のやり方の説明です。一つ目に例題として母音を含めた単語を表記しておきます。その後2文字の単語だったら10秒、3文字の単語だったら15秒と制限時間を出しておきます。時間が経ったらこんな意味があるよという例のようなものを出しておくので、自分の考えた意味と比べてみてください。それでは早速2文字の単語から問題を出していきたいと思います。1つ目のお題は墨で母音はう、いです。頭の中で考えてもいいし、ノートとペンがある人は実際に書いて考えてみてください。また思いつかない人用にヒントも置いておくので、よかったら使ってみてください。用意スタート。いかがですか？いい意味は踏めましたか？ヒントを見てもちょっとまだ難しいなっていう人は50音表と母音の説明を次するのでやってみてください。どんどん踏める人は気にせず、自分の力を信じていっぱい踏んでください。次のお題はホコで母音はお、おです。この時母音のおというのはあいうえおのお行、おとかこうとかそうになります。この時母音があと言われたら、あとかかとかさ、たという風になります。それでは用意スタート。いかがですか？最初は慣れなくてなかなか思いつかないかもしれません。しかし毎日やることで韻を踏むということに体が慣れてくるので、一緒にそこまで頑張りましょう。それでは次の問題です。2文字の単語最終問題は芋で母音はいおです。ここまで2問解いてきて、だいぶ体が慣れてきたと思うので、最後いっぱい踏んでみてください。用意スタート。これで2文字の単語はおしまいです。次は3文字の単語で、制限時間が10秒から15秒に伸びます。少し難易度は上がると思いますが、今まで慣れてきてると思います。頑張りましょう。4問目のお題、3文字目最初の問題は花火で母音はあ、あ、いです。用意スタート。いかがですか？このようなヒントがあるともっと嬉しい、これの解説が欲しい、このような韻が踏めたなど、思いついたことや言いたいことあったらコメント欄にぜひコメントしてください。それでは最終問題です。最終問題のお題はコアラで母音はお、お、あです。ここまで頑張ってきたあなたはきっと最後いい韻踏めるはずです。頑張ってください。用意スタート。お疲れ様でした。自分の中でいい意味が踏めて、よしこれは嬉しいみたいな気持ちが少しでも味わってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。最後おまけで長い単語の韻の問題1つ用意してあるので、もしよかったらやってみてください。テーマは悪魔の実で母音はあうあおいです。長いですが頑張ってみてください。用意スタート。いかがですか？自分はこのような韻が思いつきました。おまけ問題まで見てくれた方々、本当にありがとうございました。改めてご視聴ありがとうございます。